空気は格別やね。うちのスピリチュアルパワーも充電満タン。お天気にも恵まれたし、ここまで登ってこられて本当に良かった。この前来た時は日没の方が先に来ちゃってタイムオーバーだったんだ。山で一番大切なことは諦める勇気って言うけど、やっぱり登頂できた達成感も味わっておきたかったんだ。先に登頂してた海ちゃんもすごく満足そうやし、やっぱりこの山からはパワーを感じる。もうちょっとここにいよっか。ここで一緒に景色を眺めてるだけでもうちは楽しいけど、せっかくやし休憩しよっか。ティータイムなんてどう？あ、エリチはロシアンティーを用意してくれたみたい。うちもあったかいココアを用意したんだ。みんなで交換しながら飲もっか。ロシアンティーってこのジャムを食べながら紅茶を飲むんだって。この飲み方だと紅茶も熱いままで美味しい。美味しいジャムと紅茶を飲みながら探検で見つけた絶景を眺めるなんて贅沢やね。探検の醍醐味って感じ。うちらに付き合ってここまで登ってくれてありがとうね。エリチも今同じこと考えてたみたい。以心伝心やね。さて、日が暮れないうちにそろそろ戻ろっか。下の方に食べられる草がたくさんあったから後で天ぷらにしよう。